2024年5月21日、海上自衛隊の最新鋭護衛艦、矢作が、三菱重工業中崎造船所で、引き渡し式と自衛艦旗授与式を行ったとの情報をキャッチしました。今回は、そんなもが、三型5番艦矢作の引き渡し式と悪魔的建造力に迫ってみたいと考えています。実は、AI 化が進んでいるのは、日本ということを知りません。矢作には、まだ VLS は搭載されていませんが、少人数化で、今までの半分以下の隊員で運用でき、機動力3倍はすごい能力です。各国で注目を集めるのがわかります。では最後まで見ていきましょう。海上自衛隊の海上幕僚監部は、2024年5月14日付の同隊防衛省のホームページ上において、護衛艦矢作の引き渡し式及び自衛艦旗授与式を5月21日に製造元の三菱重工業者の中崎造船所で執り行う旨を告知した。この護衛艦矢作の引き渡し式は、製造元の三菱重工業者から同社社長の泉沢清治氏、自衛艦旗授与式は、海上自衛隊の佐世保地方総監の海将の田原船上氏が執行することも合わせて告知されている。護衛艦矢作は、海上自衛隊の水上戦闘艦において、現時点で、最新鋭であるもが三型の5番艦であり、2021年6月に寄港、2022年6月に進水、そして、今回2024年5月21日に無事就役を迎える運びとなったものだ。もが三型護衛艦は、海上自衛隊としては、初の艦首記号である FFM を付与された艦艇であり、FF が、フリゲート艦という艦級を表し、M は、多用途、マルチパーパスと、機雷、マインを表すとされる次世代艦のコンセプトを体現している。このもが三型護衛艦は、これまでに、2022年に、1番艦で、ネームシップの、も、がみ、2番艦の、熊野、3番艦の、のしろが、翌2023年には、4番艦の、三熊が就役を果たしており、護衛艦としては、比較的早いペースで増強が進められている。今年2024年には、今回取り上げた5番艦の矢作に加えて、6番艦である阿賀野と7番艦である仁淀の3隻の就役が予定されており、以後も来年2025年に8番艦の湧別、2026年に 9.10 番艦、2027年に 11.12 番艦が就役する予定とです。も、が三型護衛艦の建造が、初めて、防衛予算の概算要求に盛り込まれた2018年の時点では、同級は、沿岸防備を担う阿武隈型艦首記号、D6 隻、汎用護衛艦艦首記号、DD の初雪型12隻及び、同朝朝霧型8隻を代替することが期待された。そのため、これら阿武隈型6隻、初雪型12隻、朝霧型8隻の合計26隻を、もが三型護衛艦22隻でカバーする形で建造する方針が打ち出され、建造より40年間の運用を行うことを前提としてもが、三型護衛艦の活用が模索された。ただし、この時点でも新型のもが三型護衛艦とは、いえど、改良を加えないまま、22隻の大量建造を行うことは、日進月歩で進化を続ける水上戦闘艦において、能力的に精神性を保てないのではないか、という指摘の声もすでに上がっていた。結果的には、この指摘が、昨今の南西諸島方面への中国軍の圧力の増大によってより現実的なものとなり、もが、三型護衛艦は、2027年に就役を迎える予定の12番艦をもって、その建造を終えることが決まり、以後は、さらに、新型の FFM を12隻揃える方向となっている。もが三型護衛艦に続く新型 FFM の艦用は、未だ詳細は計画段階であると推察されるが、少なくとも、排水量や全長、全幅なども、若干の大型化が見込まれており、これに伴い、兵装面でも搭載する VLS、垂直発射艦の数が倍増するとめされている。この新型 FFM の建造費は、2024年度の防衛予算の概算要求から、財源上は確保が行われており、
2024年度分から2029年度分までの6年で、毎年2隻を建造する方針となっており、現行の藻が三方にも準じた建造ペースとなる模様である。ちなみに、前述した藻が、三方護衛艦の代替とされた護衛艦であるが、阿武隈型6隻は、現時点では全艦が就役中ではあるが、2027年度をもって、すべての艦艇が退役することが、2022年末の防衛力整備計画で打ち出されている。続く初雪型12隻は、すでに、2021年3月までのすべての艦艇が練習艦となったものも含めて退役を行っており、朝霧型8隻は、1番艦で、ネームシップの朝霧、2番艦の山霧は、一時は、練習艦へ艦種変更が行われていたが戻され、今も全艦が就役中である。ただし、この朝霧型も、最終8番艦の海霧であっても、就役は、1991年3月と今年で34年目を迎えており、すでに、老朽化は、著しいため、やはり、2022年度末の防衛力整備計画においては、2027年頃には退役を始めることが明記された。さて、矢作を含むもが三方護衛艦であるが、艦艇のサイズとしては、基準排水量で3900トン、満載排水量で5500トン、全長で 133.0 メートル、全幅で 16.3 メートル、深さで 9.0 メートルの艦隊を備え、代替対象とされた阿武隈型、初雪型、朝霧型等よりも大きい。もが三方護衛艦は、この艦隊に、イギリスは、ロールス・ロイス社製のガスタービン機関である MT30 を1機、ドイツのマン社製のディーゼル機関の 12V2833DSTC を2機組み合わせたコダグ方式を推進方式に採用している。この構成によってもが、三方護衛艦は、最大出力で、7万馬力、最大速度30ノット以上を発揮可能だが、設計の構想の段階では、40ノット以上の速力をウォータージェット推進で実現させることも、使用上では想定されていた。しかし、海上自衛隊の艦艇が、中東地域やアフリカ地域等への海外の治安維持、特に、海賊等の非対称な相手に対する任務の遂行を行った経験から、40ノット以上の高速を発揮させるウォータージェット推進は、燃費の観点から不要と見さされるように変化した。そこで代わりに採用されたのがコダグ方式の機関部であり、ドイツのマン社製のディーゼル機関の2機は、低速航行時の燃費を考慮して使用し、いざという場合に高速を発揮させる際に、ロールス・ロイス社製のガスタービン機関を使用する。もっか、三方護衛艦は、こうしたコダグ方式の機関部を運用するにあたって、従来までの艦艇のような専用の機関部の操縦室の設置を行わず、その始動や停止は、CIC 戦闘指揮所が担い、かつ、航行速度の操作は、艦橋からも実施可能な構成としている。これはもが、三方護衛艦の乗員定数が、90名と、非常に精進化が推進されていることにも貢献しており、世界的に見ても、このサイズの水上戦闘艦において、非常に少ない乗組人数によって、同艦の運用を可能とすることにつながっている。もが三方護衛艦の主兵装としては、マーク45、62口径 127mm 単装砲1機、マーク 41VLS 垂直発射艦16セル、国産の17式艦隊艦誘導弾 SSM-2 の4連装発射塔を2機などを装備することが想定されている。しかし、その中でも、中核的な存在と、おぼしきマーク 41VLS 垂直発射艦16セルは、2021年度の予算にて、建造が行われる8番艦の優別までが建造時から実装されることは見送られており、矢作もそれに該当している。また、現時点では、マーク 41VLS 垂直発射艦16セルを装備したとしても、もが三方護衛艦において搭載が決定しているのは、対潜兵装の07式垂直発射魚雷投射ロケットのみとなっており、肝心の対空兵装は未定とされている。こうしたマーク 41VLS 垂直発射艦16セルの実装をめぐる問題は、搭載する兵装も含めてもが、
身型護衛艦が水上戦闘艦として完全な形で運用される形となっていない点には、今の南西諸島防衛を考慮すれば、一日も早い対応が望まれる。南西諸島をめぐり、最大の仮想敵国となっている中国は、目下身型護衛艦に相当する艦艇として、航海II型 054A 型フリゲートを配備中であり、同艦は、総数で50隻、すでに35隻の建造が実施されている状態にある。航海II型 054A 型フリゲートは、基準排水量が3450トン、満載排水量が4050トン、全長が 134.0 メートル、全幅が 15.0 メートルの艦隊に CODAD 方式の機関部を搭載、最大で出力 28,200 馬力、速力27ノットと目されている。主兵装は60口径の 76mm 単装速射砲を1機、VLS 垂直発射艦は32セル、対艦ミサイルである YJ83SSM は4連装発射塔を2機備えており、排水量からすればもが身型護衛艦よりも重兵装であることは脅威と言えるだろう。